はい。皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。ここ10日間ぐらい、スペインでは大規模な社会主義、反社会主義デモが行われて、非常に多くの人々が街に出て反対を訴えています。そして、昨日ですね、アイルランドでも街が燃えている大変な事態になっているという報道を耳にしております。 きっかけは何かと言いますと、こちらは不法移民に税金を使って、ホテルに彼らを宿泊させている国民が困窮しているのに、俺たちの税金で何をやっているんだということと、あとは、下校途中に何人かの子供たちがやめられてしまったんですね。それに対する怒りです。人々がホテルに放火して、街中が燃えてるんですね。大変な事態になっています。 これに関して、コナ・マクレイガーさんっていうんでしょうか、UFC ファイターの世界チャンピオンっていう方らしいんですが、彼が国民を苦しめる政策に対して反対している人々に寄り添うような姿勢を示しています。スペインで起こっていることとか、アイルランドで起こっていることなどについては、私の X をフォローしていただけると、その都度、 気になったものはどんどんリツイートをするような形で皆さんにご紹介していますので、そちらでも情報を取っていただければありがたいなと思います。はい。それでは、虎親分の SNS からご紹介させていただきたいと思います。まず、こちらの写真なんですが、 オバマとメタニアフ首相が2013年に共同記者会見を行いましたが、その記者会見場に登場する時の姿を後ろから撮ったものということです。この記事も最後にご紹介したいと思います。はい、それではトラワヤ文の発言をご紹介したいと思います。アンドリューシー・マッカーシーさんの発言を紹介しています。 高級融資を行う銀行は、洗練された金融主体であり、資産の評価に関しては、債務者の言葉を鵜呑みにはしません。銀行には、全部門に経験豊富な鑑定士が価値を評価しています。さらに、この件では、虎親分の SFC 面積条項により、彼らは、自らのデューデリジェンスを行うよう警告されていました。明らかに、彼らは騙されてなぞいませんでした。 もう一つ、アンドリュー・シー・マッカーシーさんの言葉です。驚くべきことです。共和党ボス候補者指名争いの最有力候補であるトラオヤ文が自分が持っていなかった富をでっち上げた疑いで裁判を受けています。そして彼を釘付けにするために選出された民主党のジェームズとアーサー・エンゴロウは誰もこうむらなかった損害をでっち上げています。次。 エイブラハムリンカンの肖像を見ている虎親分の写真ですが、こちらはリンカンの言葉を紹介しています。この大きな闘争、この政治形態において私たちの敵が成功すれば、あらゆる形態の人権が危険にさらされます。このコンテストには皆が思っているよりも多くの人々が関わっています。エイブラハムリンカン、1864年8月18日。 次、こちらの写真はチャーチルです。暗い日々について話させないでください。むしろ厳しい日々について話しましょう。今は暗い日々ではありません。素晴らしい日々です。私たちの国がこれまでに来た中で最高の日々です。私たちはあらゆる危険を乗り越え、過去のあらゆる苦しみに耐えてきました。私たちは将来の危険や問題に備え、 それによって克服し、いかなる犠牲も惜しまず、いかなる労苦も恨みもせず、卑劣な利益を求めず、敵を恐れません。大丈夫です。私たちの中には、嵐に見舞われた後悔の後に、周囲の苦悩する世界が安全な港を見つけるための生命力と導きの光があると、私は信じています。1954年11月9日。次。 私の多くの弁護士や他の人たち全員が見守ってくれますように、私には何の罪もありません。そして、画像を紹介しています。虎親分2024、真相国家を抹消すると書いてあります。虎親分の書き込みはここまでです。それでは先ほど申し上げました、イスラエルに関するこちらの記事をご紹介したいと思います。この オバマンという人間がどれほどの悪人なのかというのは何か悪い事実が虎親分サイドから出てくるたびに必ずオバマンの名前が出てきます。そしてこちらの写真も2013年ですものね。オバマンとネタニアフ。そして原のタイムスさんというユーチューバーさんいらっしゃいますけれども彼が最近オバマンの出生についてかなり詳しい情報を 教えててくださっています本当になんてひどい、なんてなんだろう、とっても言葉に表せないような悪人ですね。そして、そのオバマをその地位につけた勢力というのにも思いをどうしても巡らせなければならないなと思っております。さて、この記事、前半だけご紹介したいと思います。 タイトルはイスラエル作戦情報戦キャンペーンは右翼の意気承知した部分をハマスとオバマンのイラン協定支持へとひっくり返そうとしていますというタイトルです。11月3日に書かれたものです。ほとんどの人は 悪が直接触れるまでは悪を見ることができません。オバマントのスパイマスターたちがロシアゲートで国を分断するのを見て歓声を上げた人々の中には、流行り伝染病の世界的大流行のプロトコルによって愛する人の命が奪われた後に初めて正気に戻った人もいました。主要都市の路上や大学のキャンパスでボートが大量人あやめを呼びかけるのを見るまでは、 憲法修正第2条や無制限の移民に対する攻撃を支持する人もいました。ほとんどの普通のアメリカ人にとって、アメリカで起こっていることが実際に起こっていることを信じることはほぼ不可能であり、通常このようなことが起こるのです。手遅れになるまでは誰も信じられません。ここでちょっと雑談です。先ほど X を見ていましたらですね、 アメリカ人が銃を保有する比率がどんどん増えていて、今、二人に一人は、あの、武装している状態だということです。それほど危険になっているということですね。 はい、続けます。平気化した虚偽によってアメリカ人を同胞から引き離すことを目的として、アメリカ人をターゲットにアメリカ政府が企画した情報戦キャンペーンは、多くのアメリカ人が周囲の世界を解釈する上で信頼しているオンラインコミュニティを形成し、管理する新たな手法に根ざしています。ロシアゲートから新型、あの、伝染病、そして6月6日まで、 これらのキャンペーンの新しさと勢いが国を、理性、国から理性を奪い、左派はすぐに第三世界の規範に順応し、右派の大部分はますます絶望的になっています。右派が自分たちをターゲットにした10年間の情報戦から学んだことは、メディアを信用しないことです。例えば、 司法省が2016、2020、そして今回の2024の不代入れに介入したことを知っていて、他に何がインチキだというのでしょうか結局、911は内部犯行だったのでしょうか月面着陸についてはどうですか私たちは何について嘘をつかれていないのでしょうか私たちの家族は本物であり、子供たちも本物です。しかし、他に何を 保持する必要があるのでしょうか救命いかだに手を伸ばしても破片しか見つからないようなものです。もしかしたらアメリカはどこまでも偽物なのかもしれません。これほど多くの危機が迫っている中、右派は騙されて絶望するわけにはいかないのです。ロシアゲートからロシア報奨金の話に至るまであらゆることを推進し、新型流行り伝染病の起源 夢田カリュードのパソコンの中身、そしてムキ月6日の抗議活動の特徴について嘘をついているのと同じアメリカ政府機関と当局者がイスラエルのハマスに対する戦が起こる可能性が高いと警告しています。米軍を第三次世界の大きな戦に引きずり込む。これはアメリカファースト陣営の方向感覚を混乱させ、士気を低下させることを目的とした別の情報作戦です。 しかし、今回は大きな違いがあり、右派の影響力のある一部が、左派の対右派キャンペーンを拡大しています。左派は、アメリカはその起源において詐欺であり、非白人に対して今日まで行われている人種差別的なでっち上げであると主張しています。左派は記念碑を破壊し、英雄を冒涜し、休日を置き換え、彼らの病的な不満に合わせて歴史を書き換えます。 これは中産階級を絶望の底に屈服させ、この国の支配階級と下等政治がハイテク独占を続けながら、警察への資金を削減し、国境を開いて賃金を押し下げ、地域社会を貧困化させるための全党の努力であります。そして家族を恐怖に落とし入れます。しかし、今、 右派は左派に移行する危険にさらされています。おそらく廃墟の中で混乱に乗じてショックを受けた人々を食い物にしている人々の一部が彼ら自身が右派であることは驚くべきことではないでしょう。例えば、1年前右翼インフルエンサーのジャクソン・ヒンクルは普通のトランプ支持者のように聞こえました。梅田が性敵のテロを非難する悪名高いフィラデルフィア演説を行った後、ヒンクルは 梅田を独裁者と呼び、自由を愛するアメリカ人を標的にするために、諜報機関を利用しながら、ジョージ・ソロスとクラウス・シュワブの命令で、我々をファシズムに陥れると述べていました。そのほとんどは真実です。しかし、今日では、ヒンクルのツイッターフィールドは、ソロスが資金提供した活動以外の何者でもないように見え、反ユダヤ主義という永遠の脅威を通して、 クリックを誘うレポートを毎時間送り出し、その過程で実際のアメリカを憎むテロリストを助長しています。ヒンクルのビジネスモデルは、シオニストの嘘を倒すために3ドルで X プレミアムに登録してくださいというものです。うんぬんと続いていきます。こちらもし興味のある方は URL を貼っておきますのでご覧になられてみてください。それでは今回はここまでです。 最後まで見てくださってありがとうございました。